いどうも、ブラマジ田中です。さくらです。今日はね、2人で新潟の海に来ております。イエーイ。さくらちゃんがいつもね、動画で来てるところに無理やりついてきました無理やりついてきた今日は、私が結構尊敬してる人が紹介してる筋トレっていうか、うん、エクササイズみたいなのをちょっと紹介したくて、さくらちゃん、これなんで紹介したいと思ったかというと、女性のフォロワーさんとかだと、家でね、自重で筋トレしたいとか、自重で引き締めたいみたいな、そういう話をちょっといただくので、さくらちゃんにね、やってもらってちょっと教えようかなと思いまして。楽しみだ。ちょっと3セットね。3セット、そうしっかりやってもらおうと思いますエクササイズ系はあんまりやらないから。そうだよね、楽しみにしてください。楽しみ。じゃあまず私が見本見せます。はい、お願いします。まず座ります。で、つま先立ちになって、はい、こう、こう、そう、で、こうこれを20秒間やります結構長いぞ。これをね、3セットやってもらいますじゃあこれをね、さくらちゃんに20秒数えるんで、20秒3セット、はいはい、まずは、じゃあまずは座ります。座ります。つま先立ちになって、はい、ちょっとこう広げるね。広げる。45度ぐらい広げて、はい、手はなんか指すまみたいな感じ。この感じも一緒に動かしてほしい。これは難しいけどね、早く動かすのが難しい。そう、早く動かすのが大事。じゃあ20秒いくよ。よし、せーの、1、2。あ、そう、一緒に動かない。3、頑張れ。4、あ、5、わ6、もっと早く回す。8、待って、9、頑張れ。よし、待って待って、むずい。2、3、こうだ。そう、あ、ちょっと待ってどんどん下がっていくよ待って、むずい。はい、8、9、ラスト10、 OK。 待って、超むずいんだけど。え、結構きつくない？下がってく足跡がもうすごいもん。むずい。え、結構難しい。むずい。これ結構ね、ほんと効くらしいんで。舐めてちゃダメだ、これ。そう、最初多分見たら笑えると思うんだけど、うん、笑ってる場合じゃない、うん、あとじゃあ2セットね。2セット、うん、やってもらって、しっかりあの引き締めてもらおうと思います。今度ね、あっち向いて、後ろも見せないけど、ちょっとやっぱりね、後ろから見せた方がね、フォロワーさんに伝わるからよし、じゃあ行きましょうか。はい、座って、つま先立ちで45度。はい、はい、行くよ。はい、せーの、はい、1、はい、3、よくできるな、これ。4、6、はい、4、あ、いいよいいよ、それだ。8、9、10、バランス感覚が試されています。3、嬉しい。5、6、7、8、9、10、何がきつい？なんか、足しんどい。つま先立ちしてるから、カーフとかでもしんどい。え、砂浜だから余計とか？余計かも。バランス取れない。これ砂浜でやるのがおすすめっていうことかもしれない、もしかしたら。砂浜きつい。やるとわかる。そう、やってみてほしい、ほんと。めっちゃきついから。しんどいわ。じゃあ 3セット目は2人だよ、うん、一緒にやりましょう。これでね、みんなのね、体をね、そう、夏だから。よし、行きますか。まず座ります。座ります。つま先立ち45度。45度。指いつま、はい、行きます。はい、せーの、1、2、あ、うまいじゃん。3、え、すごいわ。4、よし、あ、いい感じ。5、6、7、あ、いい感じじゃない。9、10、11、2、3、4、5、6、7、9、ラスト10。ね、どんどん下がってくやん。私やってみて分かったけど、普通は多分こんな下がんないと思う。おかしいな。多分あのちょっと下手。だった。下手。これ砂浜でじゃなかったらどんな感じか見たいけどちょっと今度やってみよう。やってみて、やってみて、家でやってみてほしい。ドッグパンパン、ドッグパンパン。つま先立ちがしんどいのかもじゃあね、ちょっと私のね、フォロワーさんたちに自宅でできるエクササイズ、あの伝わったかなって思うんですけど、どうでした？しんどい、これきつい。しんどいよね。
自重は舐めちゃいけない、うん、そうですよね。持ってこれるわこれ。何でこれ知ったかっていうと、うん、ツイッターでね、うん、嘘筋トレボットっていう、なんか聞いたことあるかも。ちゃんと見たことはないかも。それでね知ったから、うん、あのさくらちゃんに嘘筋トレを、そういうことだ。ドッキリということですね。待って全然聞いたなかった。マジでめっちゃ真剣にやってたもん。いやなんかでもしんどかった。なんかあの自分でしんどくしていってた。自分のせいだった。そんなにねしんどくない私は。でもさくらちゃんはなんか掘ってたから絶対しんどいと思う。あのさくらちゃんは絶対真面目だから絶対しっかり頑張るし、嘘だって絶対疑わないと思ったから。全然疑わなかった。ドッキリちょっと一回してみたくて。騙された。一生懸命頑張ったからしっかりね疲れてるから。疲れた。結果嘘筋トレボットからあの手に入れた情報だけど、うん、あの嘘じゃなかったみたいなのがあるわ。結果ドッキリじゃなくなりました。うん、岩浜でやったらきついです。そう、そういうことにしよう。マジわかんなかった。こういうのあるんだなって思いながら。なんかこういうね真面目な顔で騙すのはね、ちょっと申し訳ないと思いながらずっとニヤニヤしながら見てたね。だから笑ってたのか。そう。下手すぎて笑ってるだけかと思った。カーフがとか言ってから笑っちゃった。騙されて。嘘筋トレボットさんありがとうございます。さくらちゃんも騙せてね。何かドッキリ一回したくて、絶対何でも騙されると思ったもん。絶対何でも騙されるけど、まあドッキリでしたって言ってもさ、さくらちゃんはさ、え、いや、困惑しかさ絶対生まれないと思ったから、それがね絶対面白いと思って、さくらちゃんの反応込みでちょっと作っちゃいました。騙された。聞いてないよ。だからあのこれは全然おすすめとかではないです。はい、これを家でやってほしいとは思ってないですね。ガチ真剣にやってしまった。サンセットやらしたからね。まあ一応ね、あのやってみたらあのさくらちゃんがどんだけ下手かが分かると思います、うん、一回やってみてください。簡単なんでね、座ったらできるから。そういうことね、はい、ドッキリ大成功ってことでいいですか。はい、やった。超もうドッキリだと思わなかった。超騙された。やっぱさくらちゃんはね思った通りのね、マジで思った通りの反応でしたね。わかりやすい。マジで全てがもう想像通り。助かる。助かる。じゃあ忘れた頃に今度ブラマジさんにドッキリしよう。いやいやいや、私はもう察するんです。理解しつつもちゃんとえーって、気づいたってやります。反応してくれる、うん。それじゃあね、あの今日はさくらちゃんの方のチャンネルでも動画いっぱい撮ってるんで概要欄に載せておくのでぜひ見てください。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしく頼む。それじゃあみんな今日もお疲れ様でした。またね。